気にした目は どっちがどっちやるんですか、ネス君。気になるのかどっち。絶対に私は目がいい。絶対に目なんだ。うん、いいですし、マジで下手だから無理や。じゃあ、俺最近オーメンやってるんで、はい、いいっすか。お前さ、お前好きだか。お前ジジイだよ。なかなかないぞ、お前って言われること。ジジイだ。あ、ジジイなんだ。ジジイではないですね。おいこれ、おいこれ、これこれこれ、俺より上か。ジジイが二人いるぞ。はいこれ、大ジジイが二人おるぞ。そしたら、大ジジイ、大ジジイ、大ジジイが二人。大ジジイって誰だ？イフの話は俺がジジイって言われるんだとしたら、そう、消去法で二人は大ジジイになっちゃうよっていう。ギアさん、使ってくださいよ、ギアさんこれ。誰よ、ってか、大ジってもして誰？ギアさんと高校生だと思ってない。嘘だよね。君何ジジイなの？おい中ジジイ。中ジジイ。中ジジイ。中ジジイなんだ。中ジジイ。中ジジイマジか。ほんで？ほんで何の話だっけ？俺買いにしで。僕で。あ、じゃあ俺買いにしで。さんの応援発言からもう。なんか確かにそうですよね。おいジジイがよ。最後膨らましたって言ってましたね。わきまえるよ。おジジイは。なんかジジイにジジイってやるな。足りるよ。それさ、TP できる？フィルムさん。TP って何ですか？このテレポーターっていうのがありまして、実はこの中入るとテレポーターっていう。これ読んでくださいってことね。まあこれで B サイト、ほら入らないから。リポートって何ですか、了解。ヤスくん昨日何を教えてた？まあでもバインド、バインドやってないもんね。そうバインドないから。ああそうバインドなかったから。そうかそうかそうか。TP とはちなみに言うね、ちなみにどのゲームでも傷にならない。まあ言うね。言うよね TP はね。言うね。うん。言わない。言わないよ。じゃあ言わないね。本当に言ってんだよ。バカ。かっこよ。いや、ソーリー取れてないんで意味なかったです。まあ本当だよな。なんで取らねえの？いや、まあ、俺だけか。かっこよって。ねえ、それ取れないんだ。ちょっとかわいそう。ねえ、まあまあまあ、ここは甘んじて。かわいそう。言い出しっぺ。かわいそう。いたよ今。言い過ぎだろマジで。ねえ、よくないよ。いいかよ。あんま言ってあげるのやめようよ。ちゃんと聞いて、なんか待って待って、俺がなんかすごいやられてる人みたいじゃない？弱いやつみたいな。持つまで。しずこさん何でもできるからな。あ、できる気がしてきた。ちょろ。ちょろおじさん。あ、しずこさんって大中小おじさんでしょ？俺小おじさん。それで言うと小おじ、いや小小小小小おじさんっすね。おさらいしとこうかな。必要その座学。いや必要だよね今。その座学必要。必要だよね。誰だって第一印象誰だって。そうだね、誰かわかんないとね。ダメだみんな。見る前偉いね、勉強熱心で。あとあれ、しずこさん。はい。困ったら、あの、味よしよ。え、困ったな今。今困った。今困った、それを言われて。いや、さっきね、キルのポールとかね、良かったから、多分。シスに絶対ジェールしてほしい。うん、絶対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 やってよ。うん、コマのように扱うわ、みんなのことを。いいよ。文句言わない？まあまあまあ、言わないよ。文句言わない。全然言わない。言わないけど、言ったないじゃん。聞いてない時があるかも。これは、これはなんか、これはまずいな。どういうこと？聞いてない、聞いてない時がある。義務には大丈夫。それ俺の声がっていうわけじゃないの。人の声聞こえないんだよ、ね。人の声が聞こえなくなるんだよね。あ、よかったよかったよかった。いやまあまあ集中しちゃってるから、ね。大丈夫。したら義務に話しかけるからいっぱい。大丈夫大丈夫。義務の扱いだけは任せてくれ。大丈夫。本当？ゆうあーとかしか返ってこないから、うん。大丈夫大丈夫。オッケーオッケー。大丈夫大丈夫。はい。わあこれ楽なタイミング。いやだってね、全然ね好きなタイミングでいいんだよそれ。そうだよ、目の前に来たら殺せばいいんじゃない？うん。最悪だったら一緒にいてもいいからね。え？安心感。ボイス。ちょろ。ボイスじゃない。そういうやつ。そういうやつ。転がし方上手くない？ちょっとおじいに対して。いやいや。転がされてるぞラッキー。泣いちゃう。中じじ中じじ。泣いちゃうよ。中じじ泣いちゃうよ。落ち着いてくれ。騙されるってことは。ふう。多分ね
中耳が一番騙されやすい。何？どこ情報？いやなんか。なんかね。一番情緒不安定な。中耳陣営の何を知ってる？なあ。俺でも多分オンラインでこうやって遊ぶのあれほぼ初めてだよね。あ、そうなんだ。あれ？え、いやいや忘れたとかはないってほぼ初めてだってこうやってやるの。バロやったじゃないですか。いやいやそれノラで当たっただけだって。なんでなんか一緒に誘ってやったみたいな。口調が怖いよちょっと。裏で裏で裏でちょっと配信では圧出てるよ。やめやめやめ。圧出ちゃってるよ。怖い怖い怖い。次いつ事務所組んだお前ね。怖い。俺も行くからよ。CR。CR のネタあるの CR なのかおじさんになるって怖えなねえ怖いっすねこうはなりたくないこうはなりたくないっすわ小おじさんとか出るっすけどネスクモもまあまあこっち寄りっすよえいくつ今年27っすほらあだって俺今年29だよだってそこ気にしてんのがね小おじではあるまあまあそうか若干俺も思ってた、まあ、まあそうだわいやいやでも中央寺も今気にしてたってことは今中央寺もえじゃ行くぞみたいなノリノリで聞いてたって中央寺いや聞いただけだけどねでも小おじさん中央寺さんは気にしちゃうよねそういうことね大おじさん気にしないから大おじさんはもうどっしりしてる凌駕してんだよもう離れすぎちゃってそんなことないそんなことはないでもそんなことないあそっかはいはいじゃんけんか。またおばあがいない一人。はい、じゃあ。おばあが一人。はい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 。はいはい。じゃんけん大丈夫の方。もう寝る時間ではないおばあは。私がじゃんけん大丈夫の方。そちらのチームは。私のお相手は。おばあじゃない。リリム、いけ、いけリリム。かっこいきなさい。はい。やばい、年の子が。じゃあババアには負けないぞ連絡誰がババアだよお前ガキがお前ババアは早く寝る時間だぞうるせえガキのが早く寝るんだよババアだよガキのが早く寝るんだよババアだよババアが悪くなるだろ早く寝ろよいっぱい寝てでかくなるキャットファイトいいってじゃあいくよねはいあいこねー待って待って待ってうわこれになっちゃった。チキンは違うが負けました。チキンでした。負けた。チキンは勝ちだよね。チキンは勝ちだよ。チキンは勝ちだよ。普通にチキンには勝てん。チキンは負けです。チキンとグーならチキンの勝ちだよ。もう。いいよ、じゃあもうチキンが決めていいよ、チキンが。え、ほんと？アセントだよね。アセント？